とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、覚えておいた方がいい、変身の小技。これをね、やっていきたいと思います。まあ、俺もね、この前まで、普通に変身してたんですけども、あのね、教えてもらったんですよ。これね、いいことを教えてもらって、普通に変身すると変身の後って無防備になるじゃないですか。変身してちょっと決めポーズを取ってる間はボコスカやられるんですよ。そのね、ボコスカやられなくする技なんですけども、まずやり方ですけども、まず変身をねするじゃないですか。あー、ちょっとね、キャラクターがいると分かりづらいな。ちょっと一人になりますね。当然だ。一人になってきました。で、一人になってきて、まあまあ、とりあえず変身をしますよね。で、変身をすると、まあ、変身します。で、この変身直後ですよ。変身直後、動けない時間があって、ボコスカやられるじゃないですか。それをね、なくす小技なんですけども、まあ、それ聞いてね、俺すごく良かったと思った。結構ね、不便だったんですよ。ボス戦とかで変身しちゃって、その変身の決めポーズ取ってる間に、即死攻撃みたいなのね、やられて、2、3000 HP ががっつり減って、これどうにかならないのかなと思ってたんですけども、やり方があります。変身をするじゃないですか。変身をするとき、A ボタンを長押しでしょ。この長押ししてる間に、方向キーを押したまんま、そうするとポーズを取りません。まあ、今も変身した直後、普通にさーって歩いてきたと思うんですけども、今みたいな感じです。今みたいな感じで変身した後に隙ができなくなるんですね。これがね、かなり使える。むしろ極のボスに挑むときはこれしとかないと結構やばい。変身します。方向キーを押したまんまだとすぐ移動を始めるので、これですね。なんだろう、その変身したときにもう移動キーをもう何も押さないニュートラルの状態にしてしまうと変身ポーズをね取ってしまうので、必ずこの方向キーを、まあ、どこでもいいですよ。どっち側でもいいので、倒しておくっていうのを、心がけてください。こういう感じでね、さーっと抜けれますので、これがないと本当に、極ボス、辛いんで、はい、注意してください。まあ、ちょっと今日はね、短めの動画になったんですけども、まあ、これが変身における、小技。ですね。これ覚えておくだけで、ボスの即死攻撃これ避けれたりできるので、これはかなり使える小技だと思います。やってみてくださいね。ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。